パンチェボは、セルビアの都市及び、基礎自治体。ボイボリナ自治州に属し、ベオグラードの北東1 5トルの位置にある。2002年の市の人口は77,087人。基礎自治体全体では127,162人であった。南バナト軍の行政中心地である。また、市内を流れるティミシュ川の重要な川港も持つ。 セルビア語では、街はパンチェボであるが、ハンガリー語では、パンチョバ、トルコ語では、パンチョバ、ドイツ語では、パンチョバ、ルーマニア語では、パンチョバ、スロバキア語では、パンチェボ、ルシン語では、パンチェボとなる。最初に、歴史上に登場する記録は、12世紀である。死は16世紀まで、ハンガリー王国に属し、その後をすまん帝国に支配された。トルコ支配の間、市は、 テメシュバル県の一部であった。そして広大な定住地に最も多く暮らしていたのはセルビア人であった。1716年から市はハプスブルク君主国支配下に入った。そしてハプスブルク家の軍直かつ地テメシュバルのバナト県に含まれた。1751年県の北部分が民政下に入り、その間南部分は軍政国境地帯に含まれていた。 この時代、市は二つの自治体に分割されていた。一つは、セルビア人の、もう片方は、ドイツ人の自治体であった。1767年の調査によると、セルビア人自治体の人口は、424世帯であるのに対し、ドイツ人自治体は132世帯であった。1787年の調査では、市の人口のうち3506人が、 聖教会信徒で2005人がカトリック教徒であった。1787年から1788年の短期間、市はトルコ支配に置かれた。1794年、パンチェボのセルビア人自治体とドイツ人自治体とが一つに合同した。1848年から1849年にかけ、パンチェボはオーストリア帝国内のセルビア人州。 スルプスカ・ボイボディナの一部であった。しかし1849年に軍事境界線下へ戻った。1873年、バナトの軍事境界線が廃止され、市はトロンタール県へ編入された。1910年の調査によると、市の人口は2808人で、そのうち8714人がセルビア語を話し、7467人がドイツ語を、 3364人がハンガリー語を話した。1918年からパンチェボはセルブクロアート、スロベーヌ王国の一部となった。1921年の調査によると、地の人口は19362人、セルビア人は9422人、ドイツ人7237人、ハンガリー人887人であった。 1918年から1922年にかけ、市は、バナト県に属し、1922年から1929年まで、ベオグラード州に属し、1929年から1941年まで、ベオグラード市行政に含まれていた。1941年から1944年に、かけ、パンチェボは、数軸国側に占領されていた。パンチェボは、 ドイツ占領下のセルビアに含まれるバナト州の一部であった。1944年以降、市は新たにできたユーゴスラビア社会主義、連邦共和国のボイボディナ自治州に含まれた。2003年から2006年までセルビア・モンテネグロに含まれていた。1999年から市はナトー軍の空襲で被害を受けた。標的となったのは石油生成施設、 飛行機工場、科学プラントであった。基礎自治体パンチェボには、町としてカチャレボとスタルチェボが含まれている。基礎自治体内の定住地のほとんどにおいて、多数派を占めたのはセルビア人であった。民族の入り混じった定住地でハンガリー人が多数派を占めたのはイバノボであった。現在、パンチェボ北部で中国人コミュニティが成長している。 1921年調査では、セルビア人とクロアチア人は同時に数えられていた。パンチェボは、国内最古の修道院の一つがある。現在、それは、石油生成施設敷地内にある。市は、多くの文化的行事を持つ。その一つは、アートテックで、国際的なデジタルアートの催しである。パンチェボには、セルビア石油産業の主力生油諸島を中心に、 工業地帯が形成されており、石油化学、化学肥料製造、機械部品製造、飛行機産業を背景に強力な工業の土台を持つ。ありがとうございます。